どのくらいの睡眠時間が必要かということももう分かっています。成人だとおそらくは6時間切るとさまざまな問題が起こってきますけども、それがどのような社会的な問題を引き起こしているか、おそらくは20兆円以上年間の経済損失が日本には睡眠が足りないために起こっている可能性があります。パフォーマンスの低下だとか、健康の維持がうまくできないとかで、子供が成長とか発達がうまくできないとか、そういうことも含めた損失。皆さん寝る30分ぐらい前から体の皮膚の温度ですね、これがどんどん上昇するんです。で、特に手と足の温度がこうポカポカになるので、体から熱が外に逃げていきます。そうすると深部体温というのはこう低下するんですね。深部体温が下がるということが快適な眠りには非常に重要なんですね。暑いとなかなか体の中から外に熱が逃げていかないので、深部体温が下がらないんですね。深部体温が下がらないとなかなか寝つけなかったり、寝つけても夜中こうちょこちょこ目が覚めてしまって、眠れないということになっていきます。暑い場合は寝具とか、それから着ているもので調節するにはもう限界があるので、やっぱり室温を下げるっていうことが非常に大事になってきます。夏ですけれども、私どもが調査をするとタイマーが切れてからこう眠れなくて何度も設定を変えたりですとか、逆に一晩中冷房を使うと寒くて目が覚めてしまうという結果を得ているんですね。寒い方はですね、睡眠には影響はないんですけれども、あまり室温が下がりすぎるとすごく心臓に負担がかかってくるんですね。あともう一つ冬の問題は、室温が下がってくるとどうしても朝起きにくいっていうことがあると思います。少なくともですね、10度以上は維持していただきたいと思います。10度以上維持するためにエアコンなどを使って室温調整していただくということが非常に重要だと思います。この快眠環境運転は人の深部体温のリズムを意識して設計いたしました。人は深部体温が下がらなければ寝入りにくく、また下がったままでは起きづらいということが言われています。ですので、この快眠環境運転で寝入りを涼しくしまして、起きる前には徐々に温度を上げて起きやすい環境を整えています。このベッドサイドセンサーは枕元のそばに置いて就寝いただきたいと思っています。もともとエアコンはお部屋の空間の中心を快適な温度にするように設計されているんですけれども、寝室の寝床というところはお部屋の中で低かったり、また端っこの方にあったりとか、お部屋の空間の温度ムラが発生するという課題がありました。それに対しまして、このベッドサイドセンサーを人のそばに置いていただくことで、人の周辺の温湿度を的確に捉えて最適なコントロールができるようになりました。